小読みよ小読み。どうもです、つくもやよ。ほなまあざっくり今日の小読み言うていこか。天一天上の機関やね。方位を司る神さんが天上に登っとる境に全方位が基地。代わりに降りてくる神さんは綺麗好きや境にお掃除しとったらええことあるとも言われとるよ。同様、土を司る独身いう神さんが支配する機関やて言われとるよ。土を動かす、土を犯すことは今日やて言われとるよ。六曜は友引き、友を引くから教授は避ける。朝夕は吉、お昼間は今日。今日の干支はカノと牛。カノトが影の金、牛が影の土。やさかいに陰陽五行の流れは土の中から金属は生まれるいうことで創生、物事が順調に進むいう系や。まあざっくり暦の注釈言うていったけど、これらを踏まえてどう過ごすかはあんたさん次第よ。ゆるゆるとえひになるとええね。ほなまたね。